ダークセイバーです。今回は、デイ祭りを楽しむ視聴者の反応集を紹介します。それでは、どうぞ。新ヒロイン見た目はいいよね。今回は割と中身もまともなタイプだろ。バーロチクショ。好みオブ好みで困った。変人しか加入せんの？見た目と言動が全くつながりがないんでー。見た目はイギリスのハーフだからデイ言動は祖父母の影響でー。嫁わかるんでーだからつながりがないんでー。中学1年なのか。まだ70人以上控えてるのに複数属性を盛る。デイ祭りでー。恋が死んでるおばあちゃん好き。そういえば英語は喋れるのかな祭りちゃん。イギリス英語になりそう。久しぶりにツッコミ役になれそうな子が来た。次回予告に移るな。口調以外はほぼ完璧な彼女だ。名前のパンチ足りないしミドルネームがやべえかも。アニメ出てほしいな無理だろうな。バーロコンチクショ。ハイライトがなのはなんでー。くるみが焼きそばで居付けされる未来が見えるじゃねえかバーロチクショ。というか一人称自分の名前割と多いのだ。セリフが誰のものか特定できなくなることを恐怖してるのだ。レンタロウに会った瞬間からダメだろ。コマの隅で提案でバーロチクショ言わせてればいいわく。ナデイ先生とコンビ組んで。祭りみたいなものって言っとけば何でも受け入れてくれそう。鬼人じゃない。次回に屋上を見て何のお祭りでって反応するのは読める。まあでもレンタロウファミリーは祭りだと思う。しゃがむ時に股を開くねえバーロチクショ。なでー役、祭りでは鳥をいけるぞ。全員浴衣で春祭り編だな。スーエミャ怖い。始まる演習率。はは、り39歳はさすがに制服姿が終わってるからダメだ。新ヒロイン比較的イカれてる側だと思うけどすごい可愛いな。ローゼンメイデンかシャドウハウスの住人みたいな見た目から繰り出される稲荷ワン。ヤンジャンコラボというわけか。シングレが次回あたりから稲荷追い上げてくるんだよな。まつげバチバチで可愛い。13、19、27。どこぞのアメリカ人と違って半分はイギリス人なんだよな。ハーフ二人目だな。バーロチクショ？ってダメだった。スーだって見た目はむちゃくちゃ可愛いからな。シオちゃんとどうくらかはわからんが少なくともヘッドドレスだけは身につけて投稿してるだろうからそれでブースされてるかもしれない。この江戸っ子見たせいでお昼は焼きそば食べた。見た目はシンク。中身は稲荷。タイ人とイギリス人とアメリカ人が揃った。タイじゃなくてブラジルでバーロチクショ。へぇ。江戸っ子なだけで常識人よりだから次回の顔合わせどうなるか。くるみやちよちゃんみたいな反発タイプと予想しておこう。ブラジル人エイラさんはブラジル人のハーフですムエタイではなく。レンタロウ本当に祭り楽しんでた？自分のことを丸々と思い込んでいる系の中では一番急に巣に戻ることはなさそうだが。別に思い込んでるわけではなく生まれも育ちもお祭りでー。普通さんてやんでーとまともな子が続くな。最近のインフレした中だと鬼人レベル低くない？加入会でレンタロウが大した無茶してないことで常識人よりとわかる。その理屈だとメメちゃんはとびきり変な女になっちまう。短距離ワープできるのは変な女だよ。最近はアニメ新規向けにマイルド調整の彼女たちなのかもしれない。鬼人ホイホイすぎる。鬼人判定士は素がまともだからこそ記載には絶対になれない悲しい運命。レンタロウファミリーに入った。アイドルユニットレンタロウファミリー3代目の第1メンバーになるんだよなこの子。絶対祭りになるじゃん。和の心あるなら大丈夫だろ多分。バーロチクショ？っていうかもうアニメ、ハハリさん出るんだ。ただしアニメグッズからは未だにハブられてるそれ自体とんでもないネタバレだからしょうがないけど。いつもここからのギャグをちょっと思い出す。同級生だよなあいつら。あの二人好きだからまた出てこないかな。ちびっこ組がまた増えた。普通のハッピキル会とかあるかな。それも見てー。まともよりなのはそうなんだけどお祭り好きだからって大体の言葉がバーロチクショになるのはおかしくない？祖父母もそれだから筋金入りのお祭り一族だぞ。母親は反抗したんだろうか。一年前までランドセル背負ってたんだよな。バーロチクショ？メメちゃんは彼女のために本気になったレンタロウでさえてお役長記載持ち。瞬間移動はあれだけどシンプルに等身大人形作ってるだけでもだいぶヤバさの片鱗が。アニメとうとうハハリさんが喋るんだろうけど CV 判明した瞬間にその人の演じたキャラ全部霊の顔に上書きされそうで怖い。CV 誰なんだろうね。最近は母親キャラというと誰が強いんだろうか。勇気かな。声といやゴリラも地味に気になる。クジラ声想像してたら共闘で起用されたからマジで読めない。
リオディジャネイロってか。声優の豪華さだと17歳でも驚かない。17歳だった場合はかりの声が井上穂乃じゃなかったのが惜しい。はハリさん若いから17歳はさすがに行き過ぎな気がする。子持ちアラサーが高校生に迫るとか。茅野さんがいい。失恋したらなんやかんや死ぬらしいが、やっぱお祭りで荒くれ者にやられて死ぬのかな、この子の場合。治安終わってるな。いや、丸座が諸馬台とか三ヶ島領とか戦ってかそうな流れあると思います。それがないのならあのおじいちゃんおばあちゃんが相当なアンタッチャブル。ご近所に非業の死を迎える予定の子多すぎ問題。全部ラピュタが悪いよ。ギリギリ20代だからね。ギリギリ。とっくの昔に勇気かなに決まったものだと今の今まで勘違いしてた。まだ母リさんの声不明なのか。ご両親もすげえ格好してそう。父親は絶対シルクハットかぶってる。かけてもいい。というか花園家御用達のデザイナーだったりしそうだな。冷静に考えたら5月前半に花火を伴う祭り？暑いの苦手だから祭りは夏より春葉神社だから問題ない。バーロ畜生、なるほど。暑いの苦手だから。まあこの漫画のバグなんて今に始まった話じゃないか。暑いの苦手だから祭りは夏より春葉神社だし。初めてのバーロ畜生が早くみたいな。登場シーンになんかゴシックな英語書いてあるな。と思ったら祭りだ祭りだだった。この作品ちょっと名前で遊びすぎじゃない？こんだけの数を特徴とリンクさせた名前にしないと覚えられる気がしないぞ正直。からねやらもみじやら遊びながらなんとなく女の子らしい可愛らしい名前に落ち着けてるのおかしいと思う。フラットどこか寄ったら基人引っ掛けてくるレンタロウも大変だな。もう4分の1ぐらい行ったんだし、そろそろ時を進めていいのでは。今ですらまつりちゃん含め74人が母の日イベント逃してるのに。一人目の子で妹と名付けるのふざけすぎてない？多分両親もあんな感じのテンションで妹キャラ大好きで妹ってつけたんだろう。エイラちゃんはなるほどってなった。てやん。でい？バーロチクショ。なんなんだよこれ？バーロチクショ。ポケモン赤緑で主人公が全種ポケモン連れ歩きますとかやり出すのに近いくらいの無茶だよな。100人の彼女って。うつく？し？そうでしょう。バーロチクショ？ん？大日本語ペラペラの外国人とかキャラかぶってます。ペラペラはペラペラでも。ケダルやアーシーも何考えてんだ。かわいいよね。あの世界の親だよ。格好的に似合ってるんだけど鉄板屋台ある割には髪長すぎない？てやんでイギリスではこれが粋なんでい。しおちゃんと同じクラスだったりしないかな。夏になったらなったで夏もいいよね。神社になるだろ。一年の間200人集めるつもりだろうか。春の間200人集めます。春の間200人集めるつもりだろうか。見た目は外国のお嬢様で中身はチャキチャキの江戸っ子。役さん的には苦手か得意かどっちなんだろう。カタカナ語以上の外国語使わない限り大丈夫だ。多分なデイと同じか次くらいに日本古来の遊びが強い。役さんにもすぐ抱きそう。会ぐ時もテヤンディテヤンディだったらどうしよう。ちゃんと制服着るのかこのまんま来るのか気になる。100人揃って初めて時が動き出す。なんとなく孫オーラあるしね。アメリカとイギリスのスペシャルなコラボです。でも野沢先生はやるやつだよ。なんかいつの間にか値上げされてたこれ月何話までなら単話がいいのが安いんだろ。ヤンジャンアプリの定期購読が980円。アプリ外の定期購読が1300円。1年前までのバックナンバーが読める。だから100かのだけなら今でも単話買いが一番安い。他に2作品3作品読むなら定期購読する方が安いかな？どやー。うとも中学生だもんな。ヤンジャンは老前連載してた雑誌でい。令和のチビタ。なんか言動に既視感あると思ったらこれだ。てやんでいバーロ畜生。週末にはラスボス登場か、つまり最終回までラスボス編か。9話ゴリラハハリさん登場。10話奪還編前編。11話奪還編後編風呂のぞき。12話パパリさん君の名はとかかね。100かのだけなら一周待ってジャンプラで読むのが一番安いっつーか無料でい。コンビニで立ち読みするのが効率的。一週間前から待つのがきつくていいよ。でも更新直後に読みてインデイバーロチクショ。その定型だって最新は買ってなきゃ使えねえインデイバーロチクショ。昨年までランドセル背負ってた女の子をこます彼女の母親と祖母も彼女にしてる高校生男子。よく知らないけど中1のいとこも倫理教師も野良猫も彼女にしたぜ。和風と西洋のハイブリッド属性とかナディーさんとかぶってる。100% 純和風じゃねえか。
ジャンプの更新を待ちながら本誌を読まずスレに参加するのは鬼人？貧乏人？ジャンプラ？きゃあ電子書籍は物理では倒せない。貧乏な子ってそういやいないな。おつらすぎるか。メイさんの過去かな。それ見たくて4巻だけ買おうか悩んでる。全部買うのが美しいですわ。桃は先生が一応貧乏枠か。お金大好きなのは桃葉先生が担当してくれるからな。メイさんくらいだと NG 出ちゃう。見た目好みなのに中身がわかんないすぎてめちゃくちゃ混乱してるうちに話が終わった。デアンディ何を言って嫌がるんだい。バーロイバカ野郎。畜生め畜生め。すっとこどっこいすっとこ。裸みてえな醜いやつが格好でどこ行くどこかに行くのかで転じて大バカ野郎。ベラボーめベラボーヘラみたいなやつイコールコクつぶしめ。ベランメイク長は元の言葉で変換すると凄まじく混乱するなんて。ハハリは個人的に永遠の17歳っぽさがすごいけどもう CV 出てる。そうであるとも言えるしそうでないとも言えるね。恋は祭り。ゴスロリ祭り系中学1年生。江戸っ子も追加で100人出すってのになんで一人に属性をいろいろ詰め込むんだ。なんかすごいのが来たとしか言えない。なんだこのなんだ。なんなのだ。ナディと杖になりそうな子来たな。あ、好き。しおちゃんのクラスメイトになるのかな。祭りに花火もしかして夏？夏祭りみたいなことをやっているが春である冬。暑いの苦手だから祭りは夏より春は神社の祭りだからまだ春じゃねえか。バーロー聞くしょ。多分マリネラみたいなもんなんだと思う。そろそろ季節進まないのかね。ついに身内以外の中一が。俺今までにこういう属性の子見たことないんだけど、こういうキャラの前例見たことある人いる？屋台で焼きそば作ってる日英ハーフゴスロリ祭り好き江戸っ子なんているわけないだろ。一時的なものであれば探せばいそうな気はする。こういう男まさりな子に可愛い衣装着せるのってある意味で定番だし。ただ自分から日常的に着てるようなキャラってなるとさすがにいないと思うという書いてたまるか。対テロリストのイメトレってなんだよ。そこは割と誰しもが布団の中でやってない？ウトはテロリストを口先一つでダウンさせるイメトレとかしてるよ。彼女の両親がテロリストの毒に侵されたら銃弾を誘導して打ち消しの薬のタンクに当て漏らして治させようとかかな。千代ちゃんの同級生こんな口調の子しかいないの？ここに来て3人分ぐらいの要素を詰め込んだやつが出てきた。中村は本気だ。なんていうか、とんかつパフェみたいな子だな。なんでまだ序盤なのにゴスロリとハーフと江戸っ子をまとめて出しちゃうの？序盤まだ20代。祭り好きの江戸っ子少女、祭り好きのハーフ、ゴスロリ来たハーフ、ゴスロリ来たロリ、バラバラにすると割とよく言えるタイプのキャラのはずなんだがな。このメソッドで数十パターンは彼女作れそう。属性 A プラス属性 A 限りなく機械属性イコール王道属性 A プラス属性 B ミスマッチイコール変化球キャラ属性 B プラス属性 B 限りなく機械属性イコール王道。属性 A プラス属性 A プラス属性 B プラス属性 B イコールレンタロウの彼女。情報を整理しよう。デイ祭りお花の道高校中等部1年母方がイギリス人のハーフ。代々祭り屋台をする家で育てられ祭り大好きベランメイク長ゴスロリをイギリスのお祭り衣装だと思って着用している。来い来いよ祭りの焼きそばのソースくらい来いよ。あまりにごたまぜのぐっちゃぐちゃでさすが中村先生と思ってしまった俺はもう末期。俺がラブコメ作家ならこの設定から5人ヒロインを作るね。どんなに少なくても3人だ。なんでこれ全部ひとまとめにした上しっかりキャラを仕上げられるんだよ。暑いの苦手だから祭りは夏より春は神社の世界は公園といい神社といいどんなネーミングセンスしてるんだ。まだ季節は春のままということをページを割かずに伝えられて効率的。まさか江戸っ子ゴスロリ祭りハーフ少女とは。江戸っ子とゴスロリとハーフで3人キャラ作れただろ。ベランメイク長のヒロインをまず知らない。デアンディ新彼女とは思ってたが読み違えた。ヨバーロ畜生あるとしたら超ダウナー系だと予想してたんで、イカアッポスロリとは恐れ入ったヨバーロ畜生。レンタロウのつけてるお面ペンタロウの方はともかくもう一個の方いいんすかこれ。あのネズミ出てきたの何の回だっけ。クソこれじゃ百科の博士になれやしない。姫科の登場回かな。絆創膏にデザインされたピマル中のパチモン。姫科の初登場回しっかり忘れてた。あんなにデカデカと出てたのに今回が初出だと思ってた。こんなことも忘れるなんて俺ファミリー失格だ。エイラさんはハーフだけどブラジル要素強めだったけど、祭りはイギリス要素と日本要素をうまく混ぜたタイプね。混ざってるかな？これ？混ぜた結果どっちも目立ってるのは素直にすごいと思う。
属性の盛り具合はすごいがゴスロリ少女待ってたから王道なデザインですごく嬉しい。